ございます。本日はですね、嫁と一緒に和歌山に行きたいなと思います。和歌山に行く理由はですね、釣り網機が和歌山にあるらしいので、そこの釣り網機にお邪魔しに行きたいなと思いますので、現在10時半ですが、1時に向けて出発したいなと思います。行きます。はい、それでは和歌山に向かうわけなんですが、その前にですね、まあ、工場見学前といえばですね、まあ、まずパン屋に寄るっていうところで、嫁蔵が今パン屋に寄ってパンを買ってます。そしてパンをむしゃむしゃ食べながら行きたいなと思いますが、まあ毎度のことなんですが、工場見学後はですね、10歳ぐらい老けるので、まあ、今が若い状態なんですが、多分工場見学が終わる頃にはゾッと老けてるであろうと思いますが、まあ、今日も楽しんでいきたいなと思います。パンをむしゃむしゃ食べる嫁蔵。むしゃむしゃって何？これ厚切りハムカツさん。美味しいやろ。ロールなんちゃらパン。うん、美味しい。はい、それではですね、和歌山県へ来ました。こんな感じです。で、今日行く工場がですね、和田メリアスさんっていうところで、あと30分ぐらい待ちたいなと思います。はい、では時間になったんで行きたいなと思います。この珍しい後ろからのバックショット。まだドキドキしてきたわ。本当。もう いい緊張感っていうか、なんか楽しみな感じ。よかったじゃん。高揚感がある。では、工場前までちょっと行きたいなと思います。はい。はい、それではですね、いよいよ工場の前に着きました。こちらです。和田メディアス株式会社。ここは結構有名な釣り網機の会社なんですけど、まあ、ここに今からお邪魔したいなと思います。この先が工場になっているので、では行ってきたいなと思います。ではまた数時間後にお会いしましょう。はい、それではですね、あれから3時間経って、ただいまが4時で無事撮影終わりました。今回も濃い時間を過ごさせてもらって楽しかったです。ありがとうございました。で、終わってからはですね、嫁蔵とも言ってたんですが、終わってから何したいって聞いてて、相変わらず寿司食べたいって言ったんで、なんか近くの寿司来ました。それがここですが、なんて言うんやろ、八一です。わからんっていう感じで、なんかお寿司屋さん来たんで、嫁蔵大好きお寿司を行きたいなと思って。何食べますか？何食べよう。サーモン。ウニやろ。うわ、バレた。じゃあ行きます。それはちなみに蒲焼き。いえ、手前。うん、はい、それでは行ってきました。どうでしたか？うまかったな。何が一番美味しかった？それでは自宅付近まで帰ってきて、今からジムに行こうと思うんですが、嫁蔵が眠くて行きたくない行きたくないというのを今から起こします。行こうか。はい、それでは風呂入ってきました。先ほどですね、風呂に行く前、嫁蔵起こしたら嫁蔵ブチ切れて、もう寝たいって言ってるやんかって言って怒ってたんですが、とりあえず行ったら風呂入ってよかったって思うから行っといでって言ったんですけど、まあ多分こんだけゆっくり入ってるってことは、多分風呂満喫して帰ってくるんやと思うので、もうしばらく待ちたいなと思います。あ、帰ってきた帰ってきた。どうやった？髪乾かせちゃった。あ、そうなんや。急いだ。ちょうど今動画撮ってるさ。うん、ちなみに、なプロ入ってよかった？よかった。あんなに嫌やって言ってたのに。よかった。すっきりという感じなんで、すっきりしたみたいでよかったです。では、我が家に帰りたいなと思います。はい、それでは自宅帰ってきました。ただいまがですね、8時ジャストっていう感じになってまして、今嫁蔵がそこで晩酌のあてを作ってくれてるので、ちょっと向こうにいてるんですが、感想聞きたいなと思います。今日はどうでしたか？楽しかった。工場の今日は網機のプロやったけどさ、すごかったよね。あの空間って、上に天井っていうか、上に見上げたら糸がいっぱいキワーってあってさ、
おじいちゃんに来たでしょ。そう俺のな。まあ今日はとりあえず行ってきたっていう動画で、最初も言った通り工場見学する前とした後とではやっぱした後はちょっと老けちゃうので、今はもう10歳ぐらい老けた後になっちゃってるんですが、まあここでもう最後は。ではですね、まあ本日は夫婦で、釣り網機の工場和歌山に行ってきたっていう動画でした。では見てもらってありがとうございました。